さあ今日も双葉書道会のマス目用紙を使って、まずはペン字で段を解説していきます。美しく書くためにはこの右払いをいかに右方向に長く見せつけるかと考えていきます。よくない例としては、火の横線が長くなりすぎてしまったり、辺と作りの間が広がってしまったり、そして作りの間の点と点の間が広がってしまうと、ここの間に余裕がなくなってしまって右払いが短く見えてしまうんですね。この右払いを右方向に長く見せつけるためには、他の横線を短くしたり、辺と作りの間を狭くする必要があるんですね。他によくない例は、頭が小さくなりすぎてしまい、この2本の横線を上に詰めてしまい、左払い、そして右払いを下方向に大きく広くしてしまうと、なんだかかっこ悪い字になってしまいますよね。基本的に美しい字は上半身を広く取り、下半身は縦方向に狭くしたいんですね。正しい例を書いていきましょう。火はできるだけ痩せさせた方が大人っぽい印象になります。この左払いはできるだけ真横に開いていきましょう。3つの点は狭くしていきます。横線もやはり短いんですね。こちら側の左払いはストレートに書き、こちら側の左払いは曲線的に書くんですね。で、右払いは右方向に遠慮なく長くしてあげましょう。続いて筆ペンです。2本の左払いの太さの変化に注目していきましょう。1本目の左払いは徐々に細くなるような左払いでストレートですね。2本目の左払いは徐々に太くなるような丸みのある左払いになります。そして右払いは徐々に太くしていき、ここでストップですね。そして右下方向にまた細く抜いていきます。全体を通して書いていきましょう。縦線は横線よりも太いんですが、火の場合はそこまで太くすると右方向に広がってしまうので、あまり太くしない方がいいです。基本的には大人の方が書く字に向けて解説した文字なので、全体的に線は細いんですね。特に横線は細くなっています。徐々に細くなるような左払いですね。そして徐々に太くなるような丸みのある左払いです。徐々に太くしていき、ストップ、短く右下方向に抜いていきます。続いて大筆で解説します。左払いや右払いを書くときに穂先を先行させてしまうと、払い先は必ずと言っていいほどパサついてしまいます。当然右払いも同じくです。垂直からむしろ払い先に向かって傾けてあげると、美しく先まで払うことができます。右払いも同様です。払い先に向かってむしろこっちに傾けてあげた方が黒く美しく払うことができるんですね。さあ正しい例書いていきましょう。縦線は横線よりも太いんですけども、この場合はあまり縦線は太くしない方がいいですね。やはり横線は細いです。この左払いを思いっきり左に開かないといけないんですよね。点はできるだけ細く小さく書いていきましょう。やはり横線は細いですね。筆ペン同様、徐々に細くなるような左払いです。この左払いは徐々に太くなるような左払いで丸みがあります。右払いは遠慮なく右方向に長くしてあげましょうね。続いて行書です。楷書と違い、行書は直線的ではなく曲線的になるんですね。左払いの先が丸くなったり、点々同士がひっついたりしますね。横線の斜め上がりが平行だった楷書に対して、横線の斜め上がりがバラバラになるのが行書です。左払いと左払い同士をこのようにつなげることもできますね。ここまでが美文字です。ここからはお遊びです。温かみのある線というものは逆筆を使用したりするといいんですね。筆を逆に入れると、ご覧の通り入筆がまん丸くなっていきます。少し線と線の間をひっつけて、温かみのある感じを演出していきましょう。左払いの先もとんがらないように少し丸みを持っていきましょう。曲がり角を丸くすると柔らかい印象になりますね。やはり右払いの先をこういうふうに丸めてあげると柔らかい印象が強調されますね。今日はスプレーを使って温かさを表現していきますね。火の三角目の部分を赤で表現してみようかな。で、これをベースに火を作っていきますね。で、先ほどの字のように少し丸みを線に与えてあげて、温かい印象にしていきたいです。今度はオレンジ色で温かみをより表現していきましょう。なんだか温かい感じ表現できたんじゃないかなと思います。今回お遊びも以上です。ありがとうございました。さあ、いかがだったでしょうか。温かいですね。少し柔らかく大きく書いても、柔らかさ、温かさっていうのは表現できそうですね。改めまして、チャンネル登録をお願いしています。2000文字の常用漢字をペン字、筆ペン、大筆、楷書、行書、アートで解説していきます。ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけるととっても嬉しいです。毎回この文字を見ていただくと書道したくなると思うんですよね。ぜひお手元にある書道で楽しんで書いてみてください。今回以上となります。ありがとうございました。